タイミングがないんだよな。あ、やばい。おめ、おい今。あ、いかん。ホローナイト実況プレイやっていきます。前回は漆黒のダイブでいけると思ったところいけなかった。どうしよう、行ける場所がなくなりました。どうしよっかな。左下の方行くか。暗闇の巣のあたりあんままだ行ってないとこあるでしょ多分。暗いから嫌だよみたいなこと言って、確かねこの先のあたりとか暗いから嫌だよって言って行ってなかったんだけど、今ランタンをね手に入れてるから暗い場所も探索できるようになったんじゃないかなと思うから、そっち行ってみようか。駅を使って行った方が早いね。ここに駅があんのか。駅遠いな、おい。あ、こっちが近いかな。こっからススススススっと下に降りてここに入って、いやもうそこじゃねえか。じゃあ目と鼻の先だ。ああ、じゃあいいよ。じゃあもう普通に行くよ、歩いて。俺が会話で持たせる。そこまで。雑談。もはや雑談しかしていない。ホローナイト配信じゃないじゃん。ただの雑談配信。ホローナイトは飾り。雑談のテーマは選ぶ必要はない。なぜなら雑談だからだ。テーマを選んでしまっては雑談ではなくなる。これは私がずっと主張してきたことでもある。自分が雑談、おい待て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 、油断はいかん。雑談しながらでもいいけど手はちゃんと動かす。口も動かしながら手も動かす。それが配信者の辛いところだ。ほいほい。そして確実に敵をやっていく。ほっ、よし。ありゃ、今のやつ2ダメージ食らうんだよな。油断してたらやられるじゃん。こんなただの雑談配信でやられとったらどうすんだ俺は。これでもしまたスタート地点まで戻されたら、ここまで見ていてくれた視聴者になんと申し開きが立たないことか。しかし申し開く必要もあんまりなかった。申し開きを立たせる必要はない。あ、思い出した。お前そこでなんかうまそうに食ってるやつ俺も食えるようになったんじゃないか。かつて立派な中継地点、これ前聞いたね。キノコがあるうちはとか言ってたけど、おっと来たー。よっしゃ。あ、そこの食ってたんだ。ハローネストの紋章ってなんだっけ。お、これ新しいアイテムかチャームじゃなかろうか。おい来たね。ハローネストの紋章ってなんだっけ。あ、これか。いらん。金になるやつだ。雑貨店のおっさんに買い取ってもらって金に変えれるやつ。結構溜まってきたな。ここにある下のこの3種類は全部売れるんだよね。売るかな。なんかこうコレクティングアイテムみたいで売りにくい雰囲気があるというか、貧乏性なせいかちょっと売れないけど、まあ今金に困ってないから別にいいんだけどさ、売りに行くのも大変なんだよね。これだけ広いのにあんな画面の右端っこぐらいにしか、画面というかもう地図、この王国全体の地図の中で一箇所しか買い取ってくれるおじさんがおらん。どこが大帝国じゃいっていう感じなんだけど。あ、じゃあこっからこう行く？こう行って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 こう下がっていくような感じで、なるべく素早く移動していきたいな。これでさっと行くか。ここ下でしょう。もう地図は暗記してある。私の頭の中に全部入っている。
案ずること、ちょこっちじゃない、間違ってるじゃねえか、こっちか。あー懐かしいな、ここも一番最初来た時はどうやって行くんだみたいなことを言いながら頑張ってこのキノコを剣でバシバシ叩きながら行ってたような記憶はあるが、もはや過去の話、今の私の移動手段がある中ではそういうことをする必要もなくなってきた。慣れてきたね、やっぱりずーっとやってると自然とゲームにも慣れてくる。そうすると気づかないうちに行けなかった場所に行けるようになる。おいおいおい、なんかすごいことになってきた。ウォーホー、ワオワオだけど、ワオだけど、こいつらはそうなんだよね、この菌類にもう蝕まれてどうしようもないことになってたんだよね。衝撃だったなこれ。この菌は結局何なんだろうね、それもいずれわかるのかしらん。おっと、さあここら辺からか、来てない場所は。ここは来たのかな、ここは来てるね。どんどん出てくるな。あ、やばいやばい、ちょっとまともに相手してると結構やばいな、やばい。次々出てくるから一旦周りにいるやつを全員倒してから先に進もう。やばい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 よやばいよ。おっと危ねえ、回復素早く一瞬、よしオッケー、一発回復しときゃなんとかなる。よし、うん、おーおー、ビビったビビった、まだ生きてんのかと思った。あー生きてたらやられてたな。いや油断しないでいこう、ここまで来てやられたらえらいこった。少なくともこの今自分がいる場所の左下のベンチで休むまでは油断絶対禁物、やられるわけにはいかない。来るか来るか来ないか、大丈夫か。よし、しっかりと見ていこう、マップも見ていく。落とし穴にやられることなかれ。下か、こっか、ちゃんとこいつらもほいほいっと見ていく。あー危ない、おおい、こんなこんなんどうしようもない。おい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 、あえどっから、あここ、いや結構戻されとんな。ルーン、あ、しゃあない、ここまで行くしかない。今何かいい言い訳とかないかと思ったけど、何もいい言い訳が思いつかなかった。どうしようもない。目的地があっちの方向じゃなかったら、一旦地上の町に戻ってあの幽霊を取り返すっていう方法もあるんだけどね。あっちが目的地であるからもうしょうがない、道すがら拾っていくか。あ、こっちだっけ、やぶな、やぶな、違う。地図をちゃんと見ながら、ごめんね、地図をちゃんと見ながら旅行する人と地図をちゃんと見ずに旅行する人がいる。どっちもいいところがある。地図をちゃんと見ると迷わず目的地につける、当たり前だ。いや、まあ当たり前じゃないかもしれない、たまにそれができない人もいるかもしれないけど、まあそういう例外は置いておいてさ、基本的には地図を見ればちゃんと目的地につけるっていうメリットがあるが、代わりにこう、おれ、代わりに面白みはなくなってしまうな。地図の通りに進んでしまうがゆえに、逆に地図を見ないと目的地には到着できない可能性はあるが、かえって面白いことが見つかることもある。これまた難しいところだ。必ずしもどっちが正解というわけではない。面白い方が正解だとするならどっちでもいい。こっちから行ってみるか。やめといた方がいいか、下手なこと。下手なことして、あのさっきの俺のゴーストを取り返せなかったらまた1000円ドブに捨てることになっちゃう。ここあんまり見ないから、として俺としてあえて難しい道を選んでるだけのゲームになってる。俺なんかそんな気がした。結局ここに入るのか。あえて難しい道を選んでただけでした私は。でここね、ここはすぐ襲ってくるから要注意ね。オッケーオッケー、もうささっと行こう、ささっと。待ってたらこいつこいつこいつ、このくるくる回ってくるやつが襲ってくるから。押してここまで来た来た。
前らはもうこの回転切り一掃しちゃって、あ、いいんじゃない、いいんじゃないの、今回余裕がある、めっちゃ余裕がある、天才、天才すぎる。さっきやられたとこよりもさらに先まで一瞬で進んでしまうこの天才、自分の才能が怖い。ホローナイトプロ、プロホローナイターが、違うじゃん、左行かないといけないんじゃん、さっきのとこ。この辺りは一応来たことがあるのかな。まあ地図が完成してるってことは来たってことか。あんま覚えてないけど。あ、でも前いたな、前。これ聞いたかな。うん、なんか疲れちゃったみたいなこと言ってたね。まあお前そこで寝とけ。疲れた時は寝るのが一番だ。休んどけ、休んどけ。こっちはいけるようになってんだよね、これ。ん？なんか微妙な、不吉な音がしたら大丈夫か？この先。なんか嫌な音したぞ、今。あ、間違った。なんでこんな。あ、でもここまで行って下に行って左行かなきゃいけないのか。よし、じゃあちょっと行ってみようか。ここ行って、で、下に行けるんでしょ、どうやら。さっきの地図を見る限りは。あ、こっちか。はいはい。こっから下ね。こうか。あ、で、ここが多分暗くてあんま行かなかったところかな。多分だけど。ただ、ここは頑張れば左の方に行けるということですよね。この地図見る限りは。もうちょい下か。この辺りか。あ、この辺りじゃなかった、今。もうちょい下かな？もうちょい下か。この下の、ここら辺だ。今のとこだ。ほい。よし、行った。さあこっちどうなってっかが。暗いね、しかしまあ。ここはさすがにランタンがないと。今かろうじて明るく見えてるけど、前来た時もうめちゃくちゃ暗かったからね、全然先に進めなかった。おい、なんか嫌な予感がするのは俺だけか。大丈夫か。動画残り時間チェック、あと7分あります。じゃあ行きましょう。おい、大丈夫か。急に襲ってくるタイプではなかった。ガリエン、ほほう、お前も戦士というわけか。このおぞましく忘れ去られた穴を生き延びる勇気と力を持っているのはこの俺だけだと思っていたがな。俺の名はガリエン、ハローネスト最強の戦士であり、自分の力を試すためにこのマガマガ式土地へとやってきた。お前も自分の力を確かめたいんだろう。ん？俺もお前も特別な存在だ。特別な存在なの俺も。くたばっちまったこの哀れな野郎とは違う。この世界は弱者に優しくないからな。あ、確かになんか下にくたばってるというか、お前霊体だけど。というわけで戦うか。目一杯やり合ってお互いの力を確かめ合おうじゃねえか、脳筋野郎。夢見の戦士に挑戦しますか。あ、いいだろう、てめえの挑戦受けて立たん。お前と戦う必要はない。そうやってあえて戦うか戦わないか聞いてくるやつは倒さなくても先に進めるということを私はすでに学習している。倒す必要なし、倒しても意味なし。お、ここ、お、なんだこれ。ああ、これはなんかライフ、エクストラライフみたいなやつね。オッケーオッケー。これじゃあまあ結局ここもそれだけということか。あれ、そっか。あの戦士みたいなやつを全員倒していかなきゃいけないのかな、ひょっとして。だとすると大変だね。ちょっとまあ一旦じゃあここは置いておいて。さっきから何回一旦置いておくんだ俺は。めちゃくちゃライフある。下行こう、下。ここのさ、こっちもまだ行ってないわけじゃん。ここ行こうよ。今の場所はもう分かったわ、とりあえず。ちくそ。あ、こういう時、ああいう時にこう、下向きダイブをしようかと思ったけど、結局一番下に針があるから、どうしようもない。よし、こうだ。さ、お、なんか、雲か、これ。らい、こう、巣だらけというか、なんか、なんとも言えぬ感じになっているぞ、この辺り。大丈夫か？こんな感じだっけ前来た時も。全然覚えてない。前来た時どうだったか。なんか、こそこそと不気味なシルエットが周りをうろついているが、
大丈夫。ジブリ映画に出てきそうなやつが出てきた。こうか。あ、連撃してくる。連続斬りでいく。こっちも。よし。雑魚か。一回ちょっと心の中を読めないの。なんかバリバリ言ってるけど大丈夫か。これはひょっとしてこの、なんとなく見えていたんだが、雲たちの子供の卵を私はバリバリ割っているという状態になっているんではないでしょうか。決して敵意があるわけではなく、しかし恨まれてもしか、気持ち悪い。待て、絶対やばい。今の左は絶対やばい。これだけ雲がいる中、いや、どっちがやばいんだこれ。こんな広い空間、どっちもやべえだろ。どっちかは多分ベンチ、つまりセーブポイント、どっちかはボスポイントだと思う。ボスポイントだとすると、私はどっかに閉じ込められるはずだから、ちょっとこう閉じ込められそうな場所をくぐる前には要注意しながら先に進んでいこう。ここら辺こうガシャーンってならない、ガシャーンってならなそうだね。よしよし、いけるいける、大丈夫。 ここ大丈夫か。大丈夫だね。これあるってことは大丈夫じゃないか、わからんけど。よしよし、大丈夫。ガシャーンってならない。ここら辺はそろそろセーブポイントの一つも、ここもガシャーンならないか。一番怖いのは自分が通った後、その通ったところが扉が閉じてしまうことだ。そうなるともうその先にボスがいることがほぼ確定してしまうからな。またお前いんのか。後ろから切りつける、卑怯な作戦。もういけいけ、やれやれ。ダメだ、倒せん。一旦回復しよう。無理せずいく。意外に強い。ちゃんと回復して倒していこう。どっかにベンチが欲しいところですが、そうそう都合よく、あーやばい、こいつか。かん、やばいね。おっと、一旦ここで回復しようか。成長したね、私も。しっかりと回復を挟みながら戦えるようになってきたな。自分で自分の成長が嬉しい。俺は逃げよう。あいつどうやって倒すんだ。真っ当な倒し方がわからんよ。一旦無視していくか。そろそろ倒せそうではあるが、一撃入れてこいつが荒ぶった時に何かするような気はするんだが、でもタイミングがないんだよな。あ、やばい、お、危ね。おい、今、あ、いかん。うわ、危ね。回復できてなかったら死んでた。一旦逃げろ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 、逃げて回復、間に合え。逃げろ逃げろ、さらば。よし、ちょっと身近なセーブ地点まで、遠い、あんなところまで行くのか俺は。マジで言ってんのか。いや、行けんわアコは。さすがにこのセーブ地点までは行けん、さすがに。まあじゃあちょっと気持ち悪い場所だけど、ここで一旦終わるか。次回さらに蜘蛛の巣の中を探索していきますか。セーブ地点が出て回復できて無事探索が続けられるのか、あるいはとんでもない巨大蜘蛛にやられるのか、はたまたただの雑魚的にやられるのか、皆さんどうなるか、ぜひお楽しみに。次回お待ちください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。